闘病チャンネルへようこそ。動画主の闘病にゃん。今回は闘病初の2022年ベストコスメの発表です。2022年出会ったコスメちゃんたちはどれもいいお品ばかりだったので、すごくためらいましたが、ぐぐぐっと絞り出してベストコスメを決めさせていただきましたので、ぜひご覧ください。闘病のレポートはこちらだにゃん。まずはお化粧した自分門から、誠に僭越ながら私闘病が選ばせていただきます2022年ベストコスメお化粧下地部門は、ドゥ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 、こちらの資生堂さんから発売中のベネフィークさんのホリスティックホワイト UV です。こちらのお化粧下地は SPF50+ で PA4+ の6600円、そして内容量が 50ml となっております。こちらのお化粧下地は2022年3月21日に発売となりました。お顔だけでなくお首にも使用ができます。開けてみますとこのように細ノズルになっておりまして、取り出しやすくて、取り出してみますとこのようにちょっとさらっとした感じのテクスチャーになっています。伸ばしてみますとスーッと伸びがよく、結構広範囲に塗り広げることができます。こちらは私はお化粧前のスキンケアが終わった後に塗布しています。このようにしっかりとお肌をガードしてくれるような、そのようなお化粧下地で、ちょっとエタノールが入っているのでアルコール苦手人間の私にとってはちょっとむせてしまうのですが、こんな感じで薄付きで、そしてちょっとしっとりとした感じの仕上がりなので、乾燥が気になる時でもいい感じに仕上がります。美白もシワ改善も叶う日中用美白美容液です。カラーが乗らないのでお肌の色を問わず使うことができるかなと思います。お次はファンデーション部門です。ファンデーションはこちらのコスメデコルテさんから発売中のゼンウェアフルイドのファンデーションです。私の手元にあるのは C11 なのですが、こちらはモニター品としていただきました。このファンデーションを初めて使用した時に感動したのが、え、本当にリキッドファンデーションなのっていうくらい、もう塗布した瞬間パウダーのようにさらっとした仕上がりで、薄付きなのにしっかりとカバー力があるというところにすごく感動いたしました。普通のファンデーションでしたら色移りやヨレが気になってしまうところ、こちらのデコルテさんのゼンウェアフルイドは本当に気になりにくかったです。てかもうほぼ気にならなかったです。このように振った後に取り出してみますと、こんな感じでもうさーっと塗り広げるとすぐ伸び広がってくれまして、少量でもすごく伸びがいいですね。馴染ませていくとどうでしょう、この塗っていない方と比べてみますと全然肌の綺麗さが変わりますよね。マネキンのようなお手手になりました。こちらはちょっと色ムラが気になりますよね。こんな感じでもう乾いた後はもうベタベタって感じがしないんですよ。パウダーを塗っちゃったのっていうような感じの仕上がりになるので、そしてよれづらいので、とてもその使用感に感動いたしまして、私の大のお気に入りのこちらのリキッドファンデーションです。お次はフェイスパウダー部門です。フェイスパウダー部門のベスコスはこちらです。アディクションさんのインビジブルエッセンスルースパウダートランスルーセント001番です。2022年9月16日に発売となりました。お値段は4950円で内容量が 5g になります。こちらもモニター品としていただいてお試しさせていただいたのですが、え、これ次から買おうって思えるくらいのそんなパウダーです。見た目はこんな感じで、ちょっとベビーパウダーみたいな見た目をしていまして、ネットになっているんですよね。でネットでこのパフでこうやってポンポンポンって
して本当についているのかなってちょっとよくわからない感じで乗せていくんですけど、ただいまここのちょっとテカリが気になっているので乗せてみますと、あら不思議、こんな感じでキメを整えてくれるんですね。すごくないですか。だから毛穴が気になるなという時にこうやってここにもこう乗せてみますと毛穴が隠れちゃいます。すごくないですか。まるでプリクラやスマホのフィルターをかけているかのような、そんなお肌の仕上がりになるので、この毛穴が目立つのと目立たないのさ、わかりますかね。塗布した方は毛穴が目立ちにくくなって、こちらの塗布していない方はちょっと毛穴が目立ちますよね。こっちも塗布してみるとこんな感じで、うわ、一見塗布してもんついてるのかなってちょっと怪しいんですけど、塗るのと塗らないとじゃあきめ細やかさが変わってきます。私のお肌は T ゾーンはテカって油田だらけなんですけど、お口周りが粉吹き芋ですかっていうぐらい乾燥が気になってしまうので、乾燥が気になるかなという感じなんですが、 T ゾーンやほっぺたの毛穴が気になる部分に使用する分はこのようにも仕上がりがお人形さんみたいになるので、私はすごく気に入って使用しています。私が使用しているのはトランスルーセントのあのツヤタイプではなくてマットタイプのものになるので、こちらのツヤタイプの方が確か SNS でバズっていたのかな。でもこちらのトランスルーセントの方もものすごくいいので、この毛穴が隠れる感じの使用感がものすごく気に入りましたので今回選ばさせていただきました。お化粧下地とファンデーションとフェイスパウダーの発表は以上になります。長くなってしまうので次の動画に続きます。それでは次回の動画でお会いしましょう。闘病でした。バイバーイ。